さあ、絶望と6回、6、8回まであるにしたらどんぐらいなんだろう。ねえ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 女神と死神は一緒にいちゃいかんと思うし、その赤の死神俺嫌な予感がするんだけど、一番なんかさ文字小さいけどさ、赤の死神存在感一番でかいよ。青の女神の文字でかくて赤の死神の文字小さいけど、お前が一番存在感でかいんだよ。待って待って待って、これ嫌な予感がする、嫌な予感がするぞ。まさかまさかまさか、いや、あれ先制できる、あ、でも死神1だってことはやばい、死神得意のあれを持ってるってこと、多分死神得意のあれ持ってるぞ。じゃあ、あれ違う、あーもうよくも、よし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 、敵でも、それでもそれでもこの女神なんなんだよ、おめえはなんなんだ、やばいな。死神早く倒さんと終わる。どうする、でも守り風が使う時か、ギガリザレクションか、いやリザレクションした方がいいかも、リザレクションしてとにかくで、あ、いいね、二人手伝いってことはほぼほぼもう完全倒せだわ。で、ティラ下がろっか、二人はまだいける。行ってくれ。鼻息ってことは、多分それは死神に行きかんわ。死神を削らんと終わらんぞ、これ。やばいぞ、この面。この面やばいって。絶対。リリア様、うまいこと初手敵討ちが出たから、早めに削らんとあかん、これは。死神から削れ。死神削れ、削れ、終わる。この戦いは死神を削れば終わる。死神削ってくれ早く。死神削ってくれ。いやー、うわ、誰、え、どうすんの、な、まさかまさかまさか、あ、ダメ、それ一番やっちゃダメなやつ、あ、それはダメ何してんだおめえ、身代わりしちゃったー、身代わりを二人でしちゃダメさー、やーやばいなー、なんで身代わりそんないっぺんに、耐えてもらうか、闇に落とす。おお。でも通常攻撃なら大丈夫だな。闇に落とす。待って、出るわ。非常攻撃できるか。いや、でも、足んなさそう。どうしようかな。頭数増やしたい感はある。戦える人の頭数は増やしたい。ギガリザレクションします。まずギガリザレクションして、アンラ復活かな。で、ここからですね、ティラを下げて、この幼少期戦士アンラに守りの振りかけします。絶対死なないようにします、ここで。頼む、アンラ。早く早く早く、なあ、まだか、よし、まあまあいいんじゃない、その身代わりはいいかもしんない。一人身代わりだから、ここは防げる。ここ、あー、やばいな。これ多分ね、ブレス物理、ブレス物理で来るから。
いや、これね、HP 振りかけ使わんとダメだね。攻撃、ブレス攻撃でしょ。よし、よく耐えたね。オッケー、ギザレグ、もう普通に回復しよう。回復します。ここで回復します。さすがに。頼むぞ。よし、これで少し楽になる。赤の死神倒して、とりあえず。死神倒せば終わる。それで。死神倒せばそれで終わる。あー、何してんだ。蘇生は入ったけどな。まあ、どっちにしろ、結局、下がろう、下がろう、下がろう。あ、待って、何人？はい、バカ。二人で行くなっつってんのに、いつでももう。だから、そのパターン、さっき見た。頼むわ。でも、倒したね。死神は倒したよ、でも。死神は倒した。闇に落とす。ああ、意地悪になった。しゃあないな、入れとくわ。闇に落とす、あ！よし。これ、白は倒しちゃうの一番すごい力が。オッケーオッケー。あぶね、ギリギリだな。どうしようかな。馬も何も動かないし、MP もやばい。でも、安全地帯には下がれない。ギガキュアオールするしかないか。次の試合までに余力をまた回復しないといけないんでしょ。それ蘇生を、違う、間違えた。ああここで頑張ったな、操作。 MP もやばいしね。まあどうせ戦士アンラがミラクルビンターしようとするんで、この AI の関係上。よし、オッケー、よーし、よし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 。そう、ミラクルビンターするよね、君絶対。パーン、ああ。だから攻めにはいかないんだよね。はいはい。はいはいはい。はい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 。オッケー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 。じゃあ、これで、白亜が倒してしまいそうで怖いな。なるほど、倒しちゃったか、一人。ありがたい存在なんだけどね。こういう時にちょっと足引っ張るんだね。でもこの状態はでかいよ。ある程度、なんか、保てそう。ある程度戻せるわ、戦局。これならある程度戦局戻せるね。この一ターンで。まあ、逆を返せばね、これで戦局立て直してる間ね、削ってくれるんでありがたい存在であります。白亜頼むわ。白亜に完全に委ねてるからね、もう火力は。よし。大丈夫。これならいける。死神やばいね。よし。よし。で、自分が動いたね。じゃあ、ギガ、リザレクション。もう大丈夫です。ここまで戻したのはでかい。なんとここまで戻したね。で、あ、もうリリア様も完全復活したね。じゃあ、アンナ下げて、リリア下げて、MP 回復して、君たちは。で、戦車なら仕留める。大丈夫、もう行った。何が死神だ？おめえら、何が死神だ？女神だ？おめえら全員死神だ！頼むわ、もうアンナ。仕留めちゃって、もう。もう仕留めていい。よっしゃ！ここすげえ鬼門だった。絶望と、7回よいよいよよい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 よ、出ちゃダメな人たち出てる。光の賢者、光の魔王。なんで光、闇じゃないんだよ。どっちも光かよ。魔王2人一緒に来ることってある？スイッチだからって好き勝手やってない？さっきから思うんだけどさ、ありえない組み合わせでできてんだよな。
スイッチだからできたみたいなさ、そのさ、ありえない組み合わせやめて、本当に。どうしよう。一人仕留めれば終わる。一人仕留めればそれで終わるんだよ、でも。いくぞ。花息ドン。何してくるか分かんないけど、元のやつらは覚えてるな、でも。元のやつらは覚えてるなら、一人仕留めればそれで終わる。大丈夫だ。頼むぜ。死神みたいな即死攻撃はロックオン攻撃の後だから大丈夫。まあ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 、もう一度この、うわっ！ 3 回行動か？大丈夫か？いや、2回だね。2回なら全然大丈夫だ。悪夢があったかー！これを使え！2回行動だね。それなら大丈夫。リリア様はバリあるから強引に耐えれるのでかいね。リリア様バリあるんで大丈夫です。光の魔王から行こうか、じゃあ。その HP の減りに見るに。で、こっちはちゃんと素早さで上取れてんなら大丈夫だ。よし。じゃあ、ロックオンされてるアンラは下がりましょう。で、リリア様は強引にバリアであるんで耐えれるでしょう。多分。タオを倒せばで、元気！なるほど。あ、それやばいね。やっば！そう、ロックオンってもすぐにこいつ撃ってこねえんだよな。技。マイペース！後ろに隠れる。ほら！やったな、お前。またそういうことやる。大丈夫かな？よし！よしよしよし、白はもう攻撃かせ。どうする？とりあえず、科学者アンラ外から出します。この一旦、攻撃するだけ。攻撃するだけしましょう。で、ギガ級はオール。よし！ギガ級オールして、科学者アンラの行動待ちします。ブラックホール。それでいい。大丈夫。うん。で、下がりましょうか。あの、ロックオン攻撃はいつ来るか分かんないんで、下がるに越したことがない。MP とかの回復はね、あの、残り1体になったらね、慎重にやっていくしかないんで。来たね。さあ、どうだ。よし！意外と普通に助かるんだね。じゃあ、このターン多分耐えれるから、もう総理入っちゃおうか。MP 回復もしたいしね。まあ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 。リリア硬いからね、バリアある分。うん。で、待ってね。オッケーオッケーオッケー。ここでしかも馬の蘇生回復のでかいな。一旦 MP 全回復はでかい。何？キュアコード。なるほど。リリア様どうしようかな。下がるか。君なんかそのままほっとくとバナナ食いそうだもんね。ほっとくとバナナ食いそうなんで。バナナターンはちょっとさすがになしでお願いしたい。うん。うんうんうん。まあ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 、それぐらいならいいかな。あー、それやばいね。強いね、それ。さあ、ハクア、頼むだ。純粋な火力として貢献できるの強すぎ。よし、回復しましょう。逆、オッケー。いい感じ。いや、マジで長丁場だね。この長丁場を耐えれるプレイングスキルが分かってる。おっしゃ！ここも突破できる。邪魔の消したね。アンラいいね。これ上機嫌でも入っちゃうのか。もったいないな、なんか。どうせ俺今から安全地帯で回復しようとするからね。だいぶ出たな、てか今。1000超えたような気がする。はいはいはい。なあ、来たか。まあでもすぐには来ないし、ティラ下がります。これワンチャンアンラもう決めちゃうかもしんない。てか、あ、やっ、まさか決めちゃうんじゃ。大丈夫だった。ティラ回復するでしょ。リリア下がろっか。一人ずつ安全地帯入れます。ハクアが決める状態にします。ああ、よかった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 。録音攻撃そういうあるなーって思ってたけど。フレームタワーか。よし、倒してないんだね。あ、意外と耐久力あんじゃん。なんだ。じゃあ適当にポコって殴っといて、
ティラ下がろっか。まあそれでも余力はそこそこだから多分大丈夫だとは思うけどね。あ、耐えたやん。どんぐらい？あ、オッケー。すごいいい状態。もう白亜に決めてもらいましょう。ここは。ここはもう白亜に決めてもらおうか。で、おー、いいね。まあ、MP 回復したね。いや、いいんだよ。3人でも見しなくていいの。画面見切れてるから、君たち。これでもう、決めてもらいましょう。最悪のパターン想定して。これで。ハクア頼む。最後決めてくれ。ラーララー、メガファイヤーって。今日、ハクアが取ること多いんだよな、結局のところ。最上階だ。来た。初見で。これ絶対あいつじゃん。え？え？意外。意外な。え、俺想像してたのはあっちなんだよな。ボスピョン。ボスピョンなんだ。え？ボスピョンって何してくんの？え？色合い的に、だってピョンってさ、特殊な攻撃をもう一切持たないんだよ、こいつらって。でも油断してはいけない。なんかめちゃくちゃやばい即死攻撃があるとか。いきます。ポチッ。焦って取れる。ボスピョン。最上階なんでしょ、こいつ。まあ確かにピョンは確かにミートピア特有の世界だけど。まさかのこの BGM で最後を迎えることになろうとはな。まさかお前が最後とはな。あ、アンナより早い。先進アンナより早いぞ、こいつしかも。あ、2回行動なんだ。完全2回行動なら大丈夫だけど。単純な2回行動か。普通の2回コードなら大丈夫。最上階やからふりかけも使っていいはずだけど。いや、馬ちょっと悪いけど回復だね、ここは。え、意外なやつが本当に最後なんだよな。本当に何も言えない。強いんだか弱いんだかも分かんない。どっちかといえば今んとこ強いイメージはないね。2回コードだし、ただの範囲攻撃だし、せいで言うならアンラより早いってことです。気になるのは戦士案内で早いってこと。今まで先手取れてた。うんうん。あんまり強くないんだよな。まあ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 、オッケー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 。そう、戦士案内が今まで先手取れてた相手に取れなくなってるからね。まあ、でも結構タフだね。ちゃんと普通に普通にボスの格あるな。タフだな。いきなり爆発して999とかないよね。大丈夫だよね。本当にね、こういう相手って何があってもおかしくないんですよ。急にみんな HP をゼロにする攻撃があってもおかしくないからね、裏ボスなら。あったら終わるな、でもそれ。普通にでも、このままだと苦戦せずに終わっちゃうからね。そんなわけないと思う。やっぱり、やっぱそうだよね。え、何？ロックオン。ロックオン攻撃がある。やっぱりそうだよね。そんなんだってないわけないもんね。こっからだよね。振りかけ使って勝ちに行きます。いやー、そこでポツってやるのはちょっと良くないね。ミニピョン。まあそうだよな。いないとダメさ。そんな弱いわけないもん。下がろう。今の540ぐらい？あ、オッケー。そんな硬くはない。タノはみんな一斉に。ロックオンされてる以上、さすがにちょっと前には出れない。君たちで頼む。いや、倒せないね。
1、2、2回行動は変わってないのか。大回転、よし、1体倒せる。何、あ、今のロックオンの後にビームが来るのか。で、1人倒してたからロックオンが解除されてたのか。オッケー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 、ハクは頼むで。君も今最大限の火力を振るえる時だよ。ギガキはオールです、これは。オッケー。ラスボスにふさわしい BGM ではないけど確かにこれは強いわ。いかに守りの振りかけを使わないことですよ多分。オッケー、いい感じ。 MP ボムは最悪なのかな。おっと、3人マガン切り、また再び酔う可能性あるよな。でも来る、大丈夫大丈夫、いい調子。次リリア様下げよっか。リリア様 MP やばいんで下げまーす。MP を回復させたいから、ふりかけを相手使わずにね、馬の回復を、とお見舞いにかけるか。不良の事故あっても一人下げとくのよ、これこそ。あー、何も発生しない。あ、いや、これならギガキは俺蹴んないでしょ。さあ、ハクア、フレームタワー。よし。で、ギガキュアオール。なるほど。おい、オッケー。これはもうね、ティラも下げないとダメですね。MP がやばいんで。まあ、最悪のパターンは振りかけ使うだけなんで、大丈夫。リアの MP ちょっと不安になってきたな。フレームタワー、怒りが頂点に。やっぱ来るか、まだあるよな。何、みんなおかしくする、ムラムラ。あ、落とし入れた、大丈夫。お年寄りになったは一人ずつ安全地で下げるか、上書きするだけ。あー、あんだ、ヨロヨロしているじゃないの、キンキンじゃないの。やっぱあるよね、ロックオンがあるんだよね。よし、チラ出た方がいい。一回チラ出よっか。次のターンをどうしのぐかに全てかかったな。どうする、安全地帯で一人ずつ下げるが一番正解か。 OK、 決めました。安全地帯で一人ずつ下げましょう。アンラのみ、行動後に下げます。バカオリエス様回復するんで、ここで OK、 ちゃんと入ったね。お見舞い入って、アンラ、あ、待って、確か行動後、うん、アンラは確か遅いはず、君。あ、マジか、お前そこ先手しちゃったの。まあいいや。え、あ、マジか、そういう入っちゃうんだ。アンラはすでにおかしいアンラはすでにおかしいって何。よし、間に合ったね。で、退避も。で、しのいで、廊下か。なるほどね。確かに廊下は強いけどね。どうしようかな。まあ、塩梅は下げることですかね。リリア様、あんま変わんないじゃないの。
お年寄りになっても魔法だし、どうせ君のやることは。あ、いや弱くなってるわ、だいぶ弱いわ。そっか、まあしゃあないか。オッケーオッケー、分かってるなら大丈夫。分かった分かった分かった、オッケーオッケーオッケー、98大丈夫。3回になってる、着火3回、今動いたな。お前ロックオンして帰ったらこいつ動かないのか。大丈夫、落ち着け、大丈夫、いける、これはいける。ギガキャロで、どうしようかな。アンラはそこにいて、まだ。あ、バックダッシュで、アンラ今老化してんだよね。一回上書きで攻撃して。今は乗れない。あ、マジか、そんなあるんだ、上書きできない時あるんだ。なるほどね、ノリノリ冬かけ、そういう仕様あるんだ。大丈夫、落ち着け、安全地帯に下げればいいだけで、いつかチャンス来るし、安全地帯でしのいでおけば、ぶっちゃけ言いますけど、安全地帯でね、引っ込めてしのいでおけばね、白亜がやってくれます言っちゃえばそういうことですよ。で、オーピョンが3回行動。3回行動したのを見た後に、あ、ここで回復、よし、でかい。守りのふりかけをティラにかける。そうすれば絶対レーザーは食らわない。うわっ、なんだと、レーザー貫通したわ、レーザー貫通したわマジか、お前守りの振りかけを貫通するのか、レーザー初見殺しじゃん絶対初見殺しじゃん。レーザー守り貫通したべや、今見ちゃった、見たわ今、恐ろしい光景を。なるほどね、早めに始末するのが正解ってことか。大丈夫、それが分かったなら、もう分かってるんだったら同じ手は食わんよ、頼むよ。1、2、3、まあまあ大丈夫大丈夫。あー、みんな盾になっちゃうのか、攻めてほしかった、そこは攻めてほしかった。おーっと、この研究者に明治プリンケチルスに発生おい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 、そうだね、もう食事タイムだと思ったわ、そろそろ、そろそろ仕留められる。でも仲間を呼んだで、みんなをおかしくするやったっけ、全員、え、あ、眠ってしまった、眠ることもあんのか。悪夢だったか、いらなく、早めに仕留めてくれ。ロックオン、守りの振りかけ貫通ロックオンっていう恐ろしい話だな。白亜下がろ、アンラ、科学者アンラ下げですね。どうしようかな、年寄りリリアどうしようかな、年寄りリリアどうしよう。意外と確かにここ長いね、 HP めっちゃベラボン高いじゃないですか。もうオープンの HP どんだけになってんのクールふりかけ貫通はやばすぎだろ。で、アンラ攻撃するでしょ、下がってビーム来るから、リニアは強引に耐えれる。間に合わなかったか、おい、危ねえ。
あ、これ1まで削るビームか。てかよく見たらバリアとかをすべて壊して1まで削るんだ。へえ。あとどんぐらい？あと少しだぞ。あと少しだ、いける。おお、倒した。あとあいつ倒せば終わる。この絶望があと少しで終わる。録音入るからね、ここ。このターン録音入るから、もう叩き込めばいい。全員叩き込め。もうもうあとは一気に打ち込め。アクアイターンギガエクスプロージョン、一気に吹き飛ばせ。マイペース、まとめて一気に吹き飛ばせ。シャイニング、みんな続いたらもう勝てる。終わる。終わった、終わった。終わった。え、なんかないの？あ、はい。いや、はい。え、あんなに俺頑張ったのに？なんか、あ、はい。挑戦はしましたし、もうなんだったら全部倒しましたし、はいはい。全部倒しましたよ。すみません。全部倒しました。全部倒しました。すみません。全部倒したんですけど、なんかないですか？もっと感動のイベントとか、なんか、絶望のこのエピソードとかないんですか？え？あんだけやったのに、虚無！やったね。え？なんかないの？絶望島クリアしたよ。絶望島クリアしたから、なんかエンディングとかさ。